クリストファー・ラーズ・ネルソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンディエゴ軍、エスコンディード出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB カンザスシティロイヤルズ参加所属。2004年の MLB ドラフト1巡目で、コロラド・ロッキーズに入団。野手では、全体1位のマット・ブッシュに次いで2番目の順位だった。マイナーでは、 期待通りの速さで成長することはできなかったが、2010年6月19日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューを果たした。2012年は7月に不正脈で故障者リスト入りを経験したが、最終的に111試合に出場して打率。301を記録した。2013年5月1日にニューヨークヤンキースへ移籍した。5月15日に戦力外となった。 2013年5月18日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムへ移籍した。計算チームに所属したシーズンだったが、トータルで打率、227.3本類が24打点に終わり、出場試合数も含めていずれも前年の数値を上回ることはできなかった。しかし、出場試合数が前年より、 約50試合減少しながら三塁打4本を放ち、長打を放つ能力を持ち合わせていることを見せた。オフの12月2日に FA となった。2014年1月27日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。3月29日に放出されたが、4月6日にレッツとマイナー契約で再契約した。参加のトリプル A 級。 ルイビル・バッツで63試合に出場したが、6月16日に自由契約となった。2014年6月19日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級エルパソチワワズへ配属された。7月18日にパドレスとメジャー契約を結んだ。9月29日に FA となった。2014年11月18日に フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕から参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーしていたが5月8日に自由契約となった。翌9日にブルワーズとマイナー契約を結んで参加のトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーしていたが6月17日に自由契約となった。 21日にはシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んで参加のトリプル a 級シラキュース・チーフスでプレーしていたが7月25日に自由契約となった2016年2月15日にロッキーズとマイナー契約を結んだ参加のトリプル a 級アルバカーキ・アイソトープスでプレーし69試合に出場して打率232.3本塁が 33打点の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2017年3月21日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約。24試合に出場して打率。261.2本塁打、11打点、1盗塁の成績を残した。5月15日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。 ありがとうございます。